ただいたシングル、どんな時も東宝映画のね、はい、就職先生異常なし、就職先生異常なし、異常なしですよね、はい、のせ、テーマソングになっているそうなんですけど、はい、今日公開なんですよね。そうなんですよ。もう見られました？はい、僕は見ました。どうでした？あのね、すごいいろんなテーマがいっぱい、就職に限らずいろんなテーマがあって、すごい楽しかったです。そして牧原さんは、あの話がちょっと飛んじゃうんですけれども、はい、大阪出身 で、はい、でひたすら音楽を目指してきたという話なんですけれども、はい、なぜか大阪で大学を目指してたんですか？そう、もう大学をこだわってたわけじゃないんですけども、まあ、もともとそんなプロになるんだみたいな感じでは音楽をやってなかったんで、とりあえず大学入って普通の職業に就こうかなと思ったんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。ただいま学生中なんですよね。今年の学生中っていうの変ですけど、学生中これ言っていいんですか、どこの？はい、青山学院。そう、また両立の方が大変ですよね。実はですね、まだ一回も行ってないんですよ。こんなに驚いちゃいけない。驚きですよね。でもね、入学式は出られました？入学式と履修登録だけは行ってきたんですけども。大丈夫ですか？いや、なんかのんびり行こうかなと思ってます。そうですか、はい、試験勉強っていうか、もちろん大学って前期後期っていうテストがありますよね。ありますよね。それの試験勉強とかも今全然できないですよね。だからね、まだ一回も行ってないんで、友達もいないんですよ。友達いないから、だからノートとかも借りれないし、だから来年が勝負かなと。それじゃつまんない大学生活じゃないですか。そうですね。ねえ、みんななんか楽しんでるのに。結構よくスタジオの帰りとかで学校の前通るとね、みんな楽しそうで羨ましいですよね。本当に仕事と学生っていうか学校の方は両立大変だと思うんですけど、学校をなるべく行くようにして頑張ってください、ね、頑張ります。音楽の方も頑張ってください。頑張ります。どうもありがとうございました。牧原のゆうきさんでした。